おかえり、キヨシロくん。オートメンテナンスの設定変更されてないもの。だからさっき自動で再起動したのよ。せっかくのオートメンテナンスなのに。やだ、あそこ暗いし狭いし、京志郎くんいないし。私普通の服じゃないもの。だいたいね、京志郎くんが私を着ていかないのがいけないんだよ。そうなの、私は京志郎くんをサポートするのが存在意義なんだから。戦闘時は当然として、むしろ非戦闘時にだってお役に立つのがこの私なのに。それをクローゼットでおとなしくしてろなんて、いくら京志郎くんでもひどすぎるよ。明日こそは私を着ていってよね。出ないと。本当に来てくれるんだよね。しょうがないな、それで手を打つか。それじゃ明日ね。このように、西暦2006年、ディゾルブと人類の和解という形で、対ディゾルブ戦争は終結しました。京志郎くんと一緒、私、京志郎くんに着られてる。大丈夫。今はダイレクトリンクで話してるから、私の声は京志郎くんにしか聞こえてないよ。まあ、じゃあ授業中は静かにしてあげる。では今日の授業はここまで。起立、礼、解散。昼休みだね。何のことかな。とにかく私とお話ししようよ、京志郎くん。なんでなんで。ねえ、どこに行くの。おお、なかなか雰囲気いい場所じゃない。京志郎、問題はないわ。座りましょう。これでいいわ。初めてのアチだったから。いただきます。ふーん、京志郎くんの用事ってさくやちゃんとお昼食べることだったんだ。あ、京志郎。うわあ、京志郎くん大丈夫？スティルスーツ。京志郎くん大丈夫？スーツ。胸部人工筋肉起動、呼吸補助および気道確保。ああ、そうそう。大丈夫？京志郎くん。スーツ、京志郎のバイタルチェックを。もうやってるわ、咲夜ちゃん。
うん、問題なし。そう。礼ならスーツに、私は指示しただけ。そんなことないよ。私だって症状をチェックしつつ、有効な処置を検索してたんだから。仕方ないでしょ。私まだ京志郎くんのものになったばかりだし、データの蓄積少ないんだから。そんなことないもん。京志郎くんが私を毎日ちゃんと来てくれてたら、データ蓄積されてたもん。変わるわよ。私には京志郎くんへのあふれる愛があるんだから。別に好きにすれば。気にしないで。その個性的なスティルスーツと好きなだけ語り合って構わないから。ほらほら京志郎くん、咲夜ちゃんもああ言っているんだから、私としっぽり語り合いましょう。どうして謝るの？パンありがとう。私もう行くから。振られちゃったね。さあね。で、追いかけなくていいの？咲夜ちゃん行っちゃうわよ。これは体育館のあたりかな。私はここでいいの？京志郎、ここで何してるの？ありがとう、和田摘さん。ここに並べて。ここね。別に手が空いていたから。それであと何枚持ち出せばいいの？あと12枚だよ。了解。じゃあデイジーさんはここでパネルを確認して、持ち出しは私がやるから。え、いいの？和田摘さん、適材適所、こういうことは私の方が向いてる。了解。レイジーさんはここをお願い。あ、和田摘さん。あと私のことはレイジーって呼び捨てでいいよ。さん付けされるとちょっと照れちゃうし。
わかったわ、デイジー。なら、私もサクヤでいいから。あ、サクヤちゃん。ちゃん付けてないと。了解。なんとか慣れてみる。おえ、京四郎くんも手伝ってくれるの？私がサポートすればパネルくらい楽々運べるしね。構わないわ。来て、京四郎。よろしくね。自分から手伝うなんて優しいのね、京四郎。私は手が空いていただけだから。何？私が手伝っていたから。そう。じゃあこちらに来て。パネルは地下にあるから。京四郎くん、天然？了解。これでいい？お疲れ様。みんな、ちょっといい？当たり。今日打ち合わせした業者さんから映画の割引券もらったの。欲しい人いたら取りに来て。とわに続く言葉を。何よ、なんか文句あるの？はいはい、どうぞ。バンチ、まあいらないならハヤトはもらわなきゃいいでしょ。なるほど。私？有名な映画なの、デイジー。うん、すんごくいいお話でね。私も泣いちゃったよ。そう。脈拍、体温ともに上昇。京四郎くん、何か不純なこと考えてるでしょ。エッチなこと。そう？まあいいけど。それで京四郎くん、何枚いる？それじゃあ、デイジー。サクヤちゃん、また明日ね。野暮なこと言わない。あら、京四郎くん。ごめんなさい、呼び止めちゃって。たけし君ったらお兄ちゃんに泥団子見せるんだって聞かないのよ。
私なら構わない。それより初めまして、和田摘咲也です。あ、親分。たけし君、京志郎君のことを気に入ってるんです。いつもお兄ちゃんお兄ちゃんって。そうなんですか。ええ、そうなんですよ。ごめんなさいね、京志郎君。彼女さんと一緒に帰っているところを邪魔しちゃって。彼女。ええ、おととい京志郎くんが探していたの、やっぱりあなただったのね。とってもお似合いよ。違います。私たちそんな関係じゃ。まだって、どういうこと、京志郎。あらあら、ごめんなさいね、お二人さん。まだ、お付き合いを秘密にしてるのよね。大丈夫、お姉さんは口が固いから。違います。大丈夫、大丈夫。うまくいくといいわね。いいから、もうお部屋に戻りましょう。ごめんなさいね、京志郎くん。早く追いかけてあげて。はい、またね。咲也ちゃんならまっすぐアークス方面に全力疾走してるわよ。はーい、身体サポート開始します。一気に行くわよ。はーい、到着。私たち付き合っているように見えるのかな。砕けた月より降り注ぐ無数の隕石は地球に深刻な被害を与えました。その窮地を救ったのが和平を結んだ